皆さん、家を出る際にカフェに行ってくると言って、その距離が片道200キロもあったらどうでしょうか。そしてそのカフェの駐車場は道が狭く、そして舗装状態も悪い場所。そんな秘境にあるカフェなら行ってみたいと思いますか？しかし今回は皆さんにツーリングの目的地として行くのもいいんじゃないかなと思ったのと、もう一つはロードスターで行けるのかどうかを、そんなところを検証したいと思い足を運びました。そのカフェがどんなカフェなのか紹介しますね。もちろん自分はソロ通ですけどね。それでは静岡にあるその秘境カフェに行ってみましょう。皆さんおはようございます。エンドポイントのしょげげです。今日はですね、天気はあんまり良くないんですけど、静岡の方に行こうと思いまして、今東名高速道路に乗ってる感じですね。で、これぐらいの天気の方が、暑くなくていいはいいんですけどね。ただ、GoPro が暗いところはちょっと弱いんで、絵的には晴れてる方が綺麗に撮れるような感じなんですけど、今日は3連休の初日っていうことで、3日間の天気もずっと曇りとか雨とかそんな天気だったんで、初日に行こうかなと思って、今そっちの静岡の方に向かってる感じですね。で、どこに行こうかなっていうことなんですけど、少し前にたまたま見つけたんですけど、静岡に良さげな、カフェがあるんですよね。で、そこで少し動画を撮りたいなと思って、そっちの方に向かってるんですけど、いつもだったら本当に、まだ5時48分なんですけど、もっと早い時間に出るんですけど、そこのカフェのオープンの時間が11時からなんで、あんまり早く行き過ぎても結局向こうで時間を潰すような形になっちゃうんで、それで今の感じだとこんなに渋滞はしてないですけど、結構車が交通量が多いかなっていうような感じですかね。これからですね、サービスエリアとか寄りながらゆっくり、静岡の方に向かいたいと思いますね。で、結構静岡っつっても奥の方なんで、がっつり行くのって結構久しぶりじゃないかなと思うんですよね。そこのカフェがいいところだといいなっていうふうには思ってるんですけど、皆さんがツーリングとかするときにですね、そこの場所が目的地になって、そこで休めたりとかできる場所だったらいいんじゃないかなと思って、自分が特攻隊でですね、そこの場所を皆さんにご案内して、それで良ければですね、静岡の近県の方は行かれるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますんで、そんな感じで今日一日動画を撮っていきたいと思いますね。それではもう少し、先の方に行ったらですね、また動画を回し始めたいと思います。皆さん、今駿河湾沼津ですね、サービスエリアに入ってちょっと休憩したいと思いますね。今の到着時間がこのナビ通りに行けば8時ちょい過ぎぐらいなんで、それでも9、10、11、3時間ぐらい余裕があるんで、そんなに急いで行ってもしょうがないんで、ここでちょっと休憩してからまた走り始めたいと思います。インスタ用のちょっと動画でも撮りますかね。ここで結構混んでんな。
やっぱりあれだな、出る時間が遅いとだいぶ変わるんだな、やっぱりな。よし、着きましたね。それではちょっと休憩したいと思います。皆さん、今駿河湾沼津サービスエリアですね。まあ今日は天気が曇りなんですけど、まあそんなに暑くなくて、まあ、過ごしやすいって言ったら過ごしやすいですね。まあ、これからちょっと朝ごはんを食べて、目的地の方に向かいたいと思います。さて、今駿河湾沼津サービスエリアなんですけど、まあ、これからまた、先の方に住みたいと思いますね。到着時間が約9時になりましたね。よし、朝7時からびっくりドンキーがやってたんで、ハンバーグを食べてしまいました。びっくりドンキーのハンバーグって美味しいですよね。もう食べれば、あ、びっくりドンキーだっていう風な形で分かる味なんで、まあ、分かりやすくていいですよね。自分は結構びっくりドンキーのハンバーグは好きですね。さてさて、まあ、天気はですね、結構雲がかかってるような感じなんですけど、多分わかんないですけど、ここだけだと思うんですよね。この抜ければ雲もなくなるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、まだまだ到着まで時間があるんで、まあ、ゆっくり進んでいきたいと思いますね。まあ、こういうふうに、まあ、こういうふうに霧がかかったら霧がかかったで、これもまた面白いんですけどね。山道なんか走ったりすると、まあ、幻想的な感じになるんで、自分は好きですかね。皆さん、ここで降りる感じですね。島田金谷、やっぱ島田金谷で読み方は間違ってないみたいですね。いや、結構静岡久しぶりに来たんで、なんかちょっと楽しみですね。どんなとこなのかなっていう。多分ここは降りたことないですし、下降りるとどんなところなのかなっていう。こっちの方の静岡来たのは本当結構前ですからね。いや、静岡も本当に山がいっぱいありますからね。なんか峠道とか面白い道いろいろありそうですけど、自分もあんまり静岡詳しいわけじゃないんでね。なんだ、芋フェス、芋フェスってなんだ、冷やし芋フェス、言いにくいですね、なんか芋フェスって。いや、ちょっとオープンにするか。多分でもそこのアンティークカフェロードっていうお店なんですけど、そこのお店って多分山のところだと思うんですよね。なんだ、なんだこの曲がり方は。普通にここ曲がればいいんじゃないの？ダメなの？ここを右になってますね。
いや知らない道だから怖いんすよね。どこ行っちゃうんだこれ。あーそういうこと。なんかこれ高速道路国道1号線かな。これ茶畑ですかね。これねやっぱ静岡といえばお茶ですよね。自分もいつも河津桜とか見に行くときはですね、あそこでなんかお茶のこうなんていうんですかね、袋詰めみたいなやつがあったりするんで、そこでお茶を買ったりするんですよね。やっぱ静岡はお茶が有名なんで、やっぱりまあ、もちろんお茶の種類にもよりますけど美味しいですよね。でびっくりしたのが本当にお茶の入れ方で味が変わるんだなって思って、そこで試飲っていうかさせてもらったお茶がすごく美味しくて、もう美味しいなと思って、で自宅でやったら全然味が美味しくなくて、で入れ方自分もちょっと研究してですね、入れるようにしたらある程度近い味になったんですけど、やっぱお茶とかって入れ方一つで全然味が変わるんで、あれはちょっとなんかびっくりしましたね。なんで同じお茶使ってんのにこんなに味違うのっていう。で今回行くところはですね、そのさっき話したようにアンティークカフェロードっていうところのカフェなんですけど、なんて言うんですかね、すごく道が狭いらしいんですよ。で自分は、どっちにしても狭い道なんですけど、まだこっちの方がマシだなっていう方の道を選んでいくつもりなんで、皆さんは自分が行った方の道から入ってもらいたいんですよ。もう一つの道の方もハイエースみたいなものでも入れるっていう風に看板が出てるみたいなんですけど、そっちの方はすったりとか、あと車幅ですね、例えばホイールすっちゃったりとか、そういうリスクがあるんで、もう一つの方もなんか狭いらしいんですけど、そっちよりはまだマシだと思うんで、必ずそっちの自分が今日行く方の道の入り口からそこのカフェに入ってもらいたいですね。だから皆さんそこは気をつけていただいて、入られるといいんじゃないかなと思いますね。この道はなんか新しそうですね。まだなんかできたばっかりっていう感じで、舗装もなんか綺麗だし、なんかこの辺もいろいろなんかこれから道ができそうな感じですね。本当にこれ高速道路だな。あ、こっち行くことになってる。なんて読むんだろう。何？伊坂宿？どこ行っちゃうんだこれ。なんか楽しくなってきましたよ。おお、なんか面白そうだね。面白そうですよ。
ここですね。ここが入り口になってるからちょっと入るか。結構きついな。いけっか。道悪いな。皆さん本当気をつけてくださいね。両サイドに側溝もあるんで、道外れると落ちますね。マジか。あー、いけるかね。まあとりあえずそこまではいけるな。これ車高の低い車きついかもしんないっすね。あ、なんとかいけるか。なんとか。なんとかいけたか。まあ、ここで駐車場止めた方がいいかもしんないっすね。ちょっとこれ以上は危険な気がします。この辺で止めた方がいいんじゃないかな。多分ここがいい気がします。いや結構険しいとこにあんな。まあとりあえず着きましたね。あんまり冒険はしたくないんで、とりあえずここでちょっと止めたいと思いますね。はい。
ここでも大丈夫です。お好きなお席です。はい。お一人様。あ、そうです。はい。はい、Thank you.
さて今回は静岡の秘境にあるアンティークカフェロードという場所をご紹介しました。自分の家からは遠いのですが来てよかったと思える場所。ロードスターでも行けますが、ベタベタに車高を下げてる方は駐車場までの道のりはきついかもです。でもここを目的地にしてお昼ご飯やデザートを食べたりするのもいいんじゃないかなと思います。それではまた次回楽しい場所へドライブに行きたいと思いますので、次回の動画を楽しみにしていただければと思います。エンドポイントのショケゲでした。まずいね、どうなってんだよ。おすげえな、なんか茶畑が。